明にしてもらえばいいじゃない。いい。なんか鍵があるからね。これがね、工程はね、ここからね、これが竹の皮ですね。竹の皮をさっき言ったみたいに 1.5 ミリに裂いて、で水で濡らして、でそれをあのわらじ状に、ここにあるけど、こういうふうに編み上げていくわけ。ああ、こうやって下から新縄をそうそうそうかけてね。これはわらじと同じような編み方やね。でもあのそれが出来上がで上がったのがこういう感じになるでしょ。この状態なんて言うんですか。指輪あります。そうだね。これは指輪はどう言ったらいいやろうな。まあ昔はね、生地って言ってたんだけどね。この生きる、あの地面の地やね。生きる地面。あ、わかります。ね、生地って言ってたの。この状態を生地。この状態。で今度そのあのヒゲがずっとこの出てるでしょ、横にね、それをちょっと切ってもらって、で今度ここさっき言ったみたいなお尻がこんな風になってるから、これであの止めって言うんだけど、ここでこう丸く、今のターボを入れて、あのおへそを作って、でここ丸くするんだよね。そしてそれから、でこれはもうタボを入れて、ここ丸くしても止めでここまで出来上がるよね。要はこの芯側みたいなのが、要はばらけやすいからタボを入れた方がまとまるっていう。そうあんだけでは力ないもんね。ありがとうございます。それででこの状態になった時に こちらは粗生地。今度はね、あのこれはね、あのあそこで叩くのがちょっとなかったけど、餅つき器みたいなのでね、こうお水に濡らして叩くわけね、そして芯を柔らかくするわけだ、こういうふうに叩いてね、で今度は一回あのローラーをかけるんだけど、あ、それも巻き替え、これが水をつけて叩いた、そう粗生地をね、まあ粗生地って言うんだけど、一番初めやでね、あ、すいません、どうもありがとうございます。すいません。はい。おはようございます。で、それをあの今のもう一つたあのこう叩いて薄くしてからローラーかけるわけ。ローラーかけるとあのある程度こう柔らかくなるじゃない。で、こっち来た時はもうこれ整理屋で、こっからこっちまでは、あの火で炙って型へ入れてっていう感じね。もうこっちはね、こっちの仕事は、でそこまでの仕事がこの粗生地だけの仕事はここまでなわけだ、ね、でこうになると結構飛んでます、工程が。そうだね、もうちょっとね、ちょっと待ってね、こういうふうにさっきこれがあったでしょ、ローラーがこっちにあったね、これがお尻をあのグッタのお尻をそうそうやる方だけど、これが今私が言ったローラーやな、ローラーこれですね、ね、こういうふうにあのローラーをかけて、そして全体を柔らかくするわけだ、これなんでこの先が細くなってるんですか、両端が細いんですか、ローラー、ね、これやりやすいとかね、やりやすいんじゃないかな、これ人間がやるんだから、こういうふうにしてさ、で真ん中はやっぱりあの太くないと、この草履にうまく接しられないからなってるんじゃない、であの横は細くしてあるんだ、ね、多分やりやすいからやと思うよ。で、あのこの木をね乗せてやるんだわ、私やれんけど職人さんが。この木ごと動かせるのよ。すごい難しそうな、難しそうだけど、それがうまくいくんだね。あのこの手でそのまんま金のところを当たってるより、やっぱり木に乗せて、木でこういうふうにして動かした方がうまくいくみたいよ。でこの木もこの真ん中が高くなってるじゃない、山形になってる、山になってるでしょ、あっちから移すとあそこに、もう一本あるで、ありがとうございます。ここに山になってるでね、でちょうどその真ん中のところを乗せてやるとうまく、あの綺麗にかかるわけやな。でこの山になってるのはその、なんで山にしてるんですか。ここの中心がさ、中心がうまく出るようにじゃない。へっこまないように。そこをあの、上
結局ローラーかけると、そこがここや中心を当ててかけるわね、多分ね、はい、このここの中心を、はい、そうするとうまくここが、はい、きれいに最終的にはさ、はい、こういうところがさ、はい、こう出るようになるんじゃないかな、はい、これ革人ですね、作りがこの革の芯だから革人、革人です、はい、はい、これは東京 の内田さんがこの革人考えて、うん、で大阪の 方とかにバンバン人気あって送ったっていう聞いたんですけど、そうですか、そうよ、内田さんとからうちも買ってる、あ、そう、革人のこの芯はね、そうなんです、ね、まあ、でこの牛革は大阪の、はい、今ないけど丸岡さんっていうところで、はい、うん、丸岡さんのとこで買ったり、はい、あ、そうだね、もうだんだん初めは丸岡さんのとこで、これ今これないけど、ここにさ日比って、はい、あ、日比してます、印がしてあったのよ、はい、あ、そうなんだ、けどもうね、だんだんその日比がなくなって、はい、アルゼンチンかな、これも違うね、アルゼンチンかどこかからこれ入ってきてるやつよ、全人、アルゼンチン、アルゼンチン、あ、外国から、はいはい、昔はね、みんな日比のあれがしてあったね、触らせてください、すいません、あ、ありがとうございます、あ、これが日比かな、これでも丸がないな、この色見るとこれが日比かなと思って、はい、こういうとこでね、日比の印があった、丸屋の刻印みたいな、うん、刻印が売ってあったじゃない、 あれがね、日本のね、革だったんだけど、はい、今はね、それがなかなかね、もうみんな多分外国だと思います、はい、この真ん中に白い布が巻いてあるのは、あ、テープ、これは紙、テープね、いつもね、それ貼り替えてやってたよ、何回か、金はダメだからだ、はいはい、金では、あ、汚れちゃう、わかります、汚れちゃいます、ほいで、ね、ちょっとしたね、これは布じゃなしに、はい、紙テープってあるじゃない、わかります、はい、あれあれ、ちょっと和紙っぽい感じ、ね、そうそうそう、和紙っぽいの、ほいでそれを巻いてね、はい、で、ちょっと濡れてくるじゃない、濡らしてやるからね、はいはいはい、で濡れてきたらまたそのあれをもう一回やり替える、はい、テープを取って、はい、うん、だからこのローラーかける人がそれは試みてちょっと破れてきたなとか思ったら、はい、あ、何足かやってるうちに調子悪くなってくるからね、はい、でそれをまたね、はい、巻き替えてやられるんだね、はい、あ、そうなんです、うん、これはそのもう紙テープみたいなもの、で、出来合いのものですか、そう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 、出来合いのね、このね、はい、白いね、多分ね、はい、出来合いのものだったと思って、あ、そうなんですか、うんうん、自分のところで作るものではなくて、あ、分かりました、はい、うん、ありがとうございます、そうそう、普通のね、はい、紙テープやと思うよ、はい、でこちらのすごい気になったんですけど、これは、うん、でそれをね、はい、ローラーかけて、はい、で今度ね、開き上げっていうのをするんだけど、はい、開き上げがね、してあるのがさっき足拭きがあったでしょ、はい、あそこでね、あのまんまのものをこう、はい、もう一回ぺったんこにするんだけどね、はい、足拭き、ここ足拭き、ここにはないね、これ製品やな、はい、これが整理型で、それからこの型に入るようにするのが今の、はい、この型に入れるまでに、はい、そのまんまあんなまんまではここへ入らんじゃない、はい、だからこういうふうに横の幅をまず、はい、8寸なら8寸の幅に決める、はい、7なら7の幅に決める、はい、そして横をまずこうして折るの、はい、さっきあった釜、はい、釜にお湯沸かして、はい、で上にこういうふうに、はい、蓋がついとったんですよ、はいはい、あそこからこう湯気が上がってくるもんで、ここにお釜がないでいかんけど、はい、でその湯気の上がってきたところへこういうものを 2足半ずつかな、はい、5枚ずつぐらいこうやって、はい、そして順番にあそこへこう横、まず横だけ決めるわけだ、はい、これで、はい、これでね、こういうふうにしたら、あ、両方から決まるで、こっち側片一方ずつじゃなくて両側から一緒にやるんです、そうすると両方とも耳が立ち上がってくるじゃない、はい、要は巻き込まれるっていう、巻き込み、そうそう、巻き込むの、はい、でここからが整理になるんだけどね、これも整理の一つ、整理の一つなんです、で、はい、ありがとうございます、はい、いいです、はい、それでそれが、はい、まず横ができたら今度はお尻と頭とやるのが、はい、あ、頭もやるんです、これがね、はい、これがね、はい、これ反対だな、あ、頭も反対に、あ、そっち側からやる、そうそう、こういう風にしなきゃいかんけど、はいはい、こっちは頭で、こっちさっきね、はい、これやるときもね、ここならここだけ、あそこ穴が開いてたけど、はいはい、こういうふうにしてお釜の中っていうかね、はい、蒸すのよね、はい、ここつかやるところはみんな蒸さないと、はい、竹の皮が割れちゃうで、はい、でこういうふうに
まず蒸して蒸し上がったものをこういうふうにやって、はいはい、でここにここにこういうふうになっとるでね、はい、ここに、はい、あの丸くさ、はい、当てて、はい、でここであのこういうふうにクッククックやると、はい、ここがあのちょっとうまくここへ馴染んでくるわけやな、はい、で今度頭はねこれここでやらないんだ、これお尻だけやるんだ、はい、ね、でお尻だけやって、はい、であとは頭はねあのだいたい噛んでねそのあれするのがないから、はい、あの自分たちでここで丸く丸めんだと思うよ、はい、あの同じそのお尻用なんだけども前は噛んでやっていくっていう、うん、そう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 、これを使って同じものを使って、うん、あのね、前もやっぱりふかすはふかすんだけどね、はいはい、あのここへ当てなくても、はい、あそこにあった大きなあの、はい、木があったわね、木のとこにねあのちょっとやっぱこんな感じのものがついてたと思うんだ、はいはい、でそれで同じような感じやわ、こここういう感じになってるから、はい、でこうここをまずやってそして今度、はい、こういうふうにしてやって、でこういうふうにしてやって、ほんで頭の場合はそれでいいの。ほんでお尻の時はそれだけではいかんで、ここへこういうふうにある程度やったら、こうしてここで止めて、はい、で少しの時間待ってるのよ、はい。そうするとここでこのお尻の型がきちっと決まるわけ。はい、前はねそんなことしなくてもだいたいいいみたい。はい、いやここで引っ掛ける圧力を決めるためにこういったの何個かの丸い部分になるからグッとやってここにかけるとかって、そのこのこの輪っかの部分にこれをつけるってことですか、そのグッと倒していくっていう、かけない、これはねもうね、あ そこはね加減せないかんけどね、ここが結構熱いでしょ、すみません全然違いました、ね、多分そこまであの倒れないですよね倒れない、だからほんでこれで、ね、あの緩すぎたらここが、はいはい、ここが決まらんで、その時には自分たちでここは加減せないか、短くしてちょっとこんな今だと緩かったら、はい、まあこれ緩いということはこれは薄いから緩いんだけど、はいはい、こういう熱いものが入ってきたら、はいはい、結局ここでこういうふうになるがね、やっぱりだからこの輪っかのところにここにかけるとかっていうですか、あそれがなくても偶然、はい、あのここまでしかもう来ないから、はい、初めのものが、はい、ここへ熱いものを例えば入れちゃうじゃない、はい、これは入らんけど、はいはい、そうするとこんなんならんがね、そうですね、はい、このぐらいになるじゃない、はい、ね、そうするとこれ届かんでしょ、はい、でそれを思いっきりやってこうと、そしたら自然と無理に来るからここで収まるじゃない、はい、はい、初めからさこのくらいではないで、絶対入れた時はこんな風になるので、はいはい、でそれをぐーっとやってきて、はい、やるとあのここが薄くなるわけ、はい、あちなみにこのどのぐらいの秒数こうぐっと圧力をかけ続けたりとか、回数細かく分けたりとか、あのねもう次から次へとやるでね、そう長い時間ではない、うん、だけどその間にあの少し何かこっちで、はい、あの用事をやるとかね、はい、まあ、同じお湯の前で座って、はい、一つの仕事を夏でも暑くってもやらなきゃいけないでね、はい、そうあのそう長い時間ではないけど、はい、そういうことやな、はい、わかりました、ありがとうございますすいませんね、本当にちょっともういいろいろとね、あの職人さんがいて見てもらうと一番よくわかるけどな、はい、今のあんまり阿美子さんと作る方っていうのはいらっしゃるんですか、まだあの生きていらっしゃるという意味で、あのね、はい、養老は少しいるかな、あ、はい、ここにはいない、津島はいない、あ、もう、もう、うん、いない、んで養老にひょっとしたらちょっと見えて、はい、あとは四国の方に見えるんじゃないかね、はいはい、これ地長ですよね、やっぱり。そうそう、そうだね、もう色がだいぶあると、これは古いからいいもんだよ。これいくつぐらいのものですか、ね、これそれこそないがね、ここでね、100年以上経ったので、これ、あ、これ100年以上、それがね、これがそうか、これすごいわ、それも多分ね、古いと思う、反対側ですかね、これこっちだったか、はい、最近、今のも100年ぐらい、そう、だいぶ古いね、あれね、100年も経った、これがね、はい、これがそうなの、はい、これがね、あ、確かにすごいですね、すごいよ、それ阿美子さんもいいんだけど、阿美子さんはランクでな、あのどのぐらいランクがありました、上皇后兵とか上中兵とかの、そうやね、どうだろう、そうたくさんは、まあ、上中兵ぐらいじゃない、一番上手い人ってどのぐらいかかるんですか、慣れるまで、あのね、一足編むのにね、はい、多分3時間ぐらいかかると、だから片っぽで1時間半、はい、だからここの本数が
あれだし丁寧に編まれるでね、はい、だってこの人なんかはこれ編んで、そしてうちの編み子さんだったんだけど一回もねこれ履かないで、はい、それでお嫁さんに持ってみえてそのまんま下駄箱の中にあったからって言って寄付してくださったの、はい、もう亡くなった、はい、亡くなる前に、はい、昔はさこういう日和下駄とか、はい、みんながうちだったじゃない、はい、だからこれは昔のね松坂屋かどっかでね作ったものよ、はい、これ下駄自体も、はい、あこれなんか刻印が、うん、刻印あるしね、どっかにもうちょっと薄納豆でかね、はい、なんかね松んかここ昔のね、はい、東京のか名古屋か知らんけど松坂屋とかって言ったよ、はい、大正昭和初期ってそう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 、はい、ここにもねそれと同じこと書いてもらってある書いてあるけどねそうなの、はい、そ, うその方これはその方が編んだものだけどね、はい、もうだからね表ができてからだったら100年以上経ってないかね、はい、ああそうなんですね、今昭和でも93年だからもうそうで大正昭和初期になってるからもう100年はもう確実に、ね、確実にやってるよ。だから表ではこれこの表が一番古い、はい、あとはもうちょっとうん後だけど確かにですね。何本ぐらい使いますかこの7寸2分これは7寸2分ぐらい7寸2分ぐらいやな。で、まあ、このレベルでどうだろう。やっぱりさっき私150本って言ったけど、はい、もう180本ぐらい使ってへんからね細かいとか180本あれを、はい、本数が、はい、8寸とかになるともう200とか300近い、うん、なるなる。それはまあそれだけ長くなるだけでな、いいものでかんでいくと、うんうんうん、で時間はどのぐらいかかるんですか。そうするとやっぱりねこういうもので1時間半ぐらいかかるじゃない、はい、だから大きければ大きいだけに、はい、ね2時間とか、あもう2倍ぐらいにあかかるかかる。それでそんな今でどんだけやろう。それでも一足で今1000円なんか私とこがやってた時で高い人で1000円近かったんだから今だったらもっとたくさん出さないと、はい、それでも時間で計算したらパートの人とは全然合わないよね。今例えば時給1000円ですもん大体。そしたら当時のこの編み子さんたちっていうのはだからもう例えば時給で言うといけないの。時給で言ったらもうどうだろう。1日に例えば4足ぐらいしか3足か4足しか編めなかったとしたらさ、はい、8時間でどうなる、はい、細かい時代の金額貨幣価値がちょっと違うと思うので違うけど、ね、いくらぐらいのかなって 2,3 千円ってことですか。そうそうなるよね。そのくらいもらわないかんとこその人たちは、はい、例えば500、600円とかそのくらいでやってたんだ。今の貨幣価値に換算しても、時給が、うん、今時給が1000円、はい、例えばパートの人もらってるでしょ、はいはい、ならそんな時だったら300円か500円ももらってないよ、はい、時給にして今で計算してね。そう、うん、だからみんなの3分の1か、はい、ぐらいしかもらえてないから、それこそ本当に内職、はい、内職の一番低賃金しかもらってないわな、こういう編む人は。だからさっき言ったみたいに職人さんたちも一足縫っていくらとか、はい、お尻だけこうやっていくらとか、はい、そういう風になってたんだけど全然お金としては合わないわね、はい、生活ができるかできないかは一生懸命働いてもね、はいはい、だからそこら辺がちょっとああいう百貨店なんか並ぶと10万とか、はい、って言うでしょうね、はい、ねえ今だとどうやね、お相撲さんのなら15万かそこら1000円かね、10万か、はい、セッタね。そうですね、ねえ、ほんで作る人たちは安い値段でしかさ、はい、作れんしね。これはね、はい、オイランバキやな、はい、うん、ちょっと出してもらっていいですか、はい、僕が出すのコインちょっと触れない。これはね、オイランバキはね、こことね、はい、岡山の履物博物館、あ行きました、広島か、はい、あそこしかないよ。あ、これはもうこれ復元したもんだから、はい、大昔のを持ってみえて、はい、そしてもう一回作ってほしいということで、はい、これ京都でお願いして作ってもらったんやけど、はい、すみません失礼します。もう博物館とここと2足しかないと思う。はい、これオイランギターを履く方もいらっしゃいますけど、オイランギターはあるけど、はい、これはね館の中だから、あ、そうなんですね、建物の中だから、はい、廊下、あと朝ブラっていうんですか。そうそう、朝ブラ、これ朝の、これ本当の朝、はいはい、こうして朝をね、はい、編んで
浅裏だからあの、はい、立派な廊下でも大丈夫ということよ。これは手縫いしてあるんですかね。一応ね編んであるんじゃない。であとここ引っ付けてあるね、あ初めにね、はい、でもうここからここまでは多分ね針でねやれないから、はい、3回ぐらいに分けてやってないかな。要は3枚分まず縫っていって縫っていって、でもどう全部つけるのはどうすれば、全部つけるのはどうすればいいんですか。それは分からんよ、俺も分かんない作ったことないこのレベルはだけど、なんか観光してやってるんよね、そういうふうに一応ね針でね縫ってるんだから、はいはい、一番バンとかされてガーンじゃないんですね。違うみたい。何回かに分けてやってる。そうそうそう、これだけ縫おうと思うとさ、よっぽどのあれじゃないと縫えないじゃない。そうですね。長い針。ここに縫ってて、はい、例えばその全部通して縫うのは、はい、4箇所とか、はい、この細かく縫わないで、はい、してるかもしれんね。それはだって細かくやっとったって、はい、最終的には全部縫わんなもんね。一つずつ縫っとったってね。そこはちょっとね、私もどういうふうにできてるかわからないけど、何しろね。針で縫ってるのは間違いない。接着ではないでね。そうですね。あの、うん、確かに針の跡ちょっと残ってました。表に、ね、はい。だけどそのまあ4枚か5枚ずつやって、はい、一番最終はどっかで止め的に、はい、4箇所ぐらいで、はい、全部その長い針で通してみえるかもわからない、はい、そこはちょっとわからないけど、はい、あれ縫うのも大変でしょ。ここが汚あの、はい、割れるから。もうあの斜めに出すと斜めに返す。あの要は後方に走ってるものなんで、ズドンって下から垂直にやっちゃうと割れちゃうんですけど、うん、絶対割れるよね。要は、うん、ここは出せば斜めに入れて、また返すときに斜めに戻せば、この斜めに入って斜めに全くその何もならない。あのちょっと目を起こせばもう綺麗にいくわけだね。で要はこの部分ですね、ここがもう針が通った後ですね、うん、分かる。この点が、あ、そうか、やっぱりね、これも出しちゃダメなんです。本当はあの僕は、でも今はみんなあの結構数を作るに専念してるから。でも僕も最初こうでしたね。 もっとひどかった。私たちもこういうのはね縫ったら大変だろうと思うよ、本当にね。もうそういう縫う職人さん自体もね、それも覚えたの、はい、あ、僕も手にももちろん、はい、ああそうかね、そうかね、結構な、ね、何回もでもそういうとこ行ってね、偉かったねよくあれされて。これは今もうあそこ芯が笑ってるわね、はい、あそこで、はい、あのやってるで、はい、美濃和さんだったかな。美濃和さん、あ、芯の作る、芯作ってたの、はい、ね、昔はこうやってあの半月が入ってる大正ロマンね、はい、これはね大正ロマンってね、はい、大正時代のね、はい、あのあれして花由子さんという人が、はい、あの考案されて、はい、で着物の布をここへ入れて、そして花緒とセットにして、はい、これ一時ものすごくブームでね、もうあの要は草地じゃなくて草履の半月を草地の方に入れ替えるっていう、うん、そうじゃあこれ多分着物もこれでお揃いでやったんじゃない、はい、どうせ。そうなんです、あ、わ、うん、かります、あ、そういう、それでね、すごい売り出してね、あのあれだったのよ、まああのああいうどういうのかな、あの立派な人たちばっかり集まってさ、はい、あのレセプションとかさ、はい、ああいう総理大臣だとか海外のお客様を接待する時なんかに、はい、皆さん着物を着て、はい、あの接待される方たちがこれ、はい、履かれたんじゃない。その時でね、はい、いくらだろう、5万円はせんか、もはだいぶ前だけど、はい、知ってたのよ、はい、これ出た時すごいですね、うん、その時にね、まあ、結局はデザイン料が入ってるわな。でも結局僕も花尾の考案してもすぐパクられる、うん、要は真似されちゃう。そうだね、何もかも全部真似されちゃう、ちょっと変えるだけで真似されちゃう。あら、そうかね、なんかねすごいことだもんね。なんであの、まあ、ここまであからさまにもう全然違ったらちょっと多いって言いますけど、うんうんうん、ちょっとぐらいなのちょっとぐらいわからないっていう。今普通のバッテなんかでもどれだけでもあれだもんね。俺大正ロマンちょっとあの作ります。あ、そうですか。あの今ないから逆に、うん、すごい、そういいよね、今のお店になりました、うん、ちょっと特殊でね。そうですね、やっぱりあのこだわりで人が履いてるものがいらないっていう人があるから、あのちょっと人と違ったものが履きたいっていう人あるわね、はい、今この何かその重ねなんかも今あれかな、はい、多いですか。
重ね、要はもうあのいやこの草履、草履がない、あの本畳の草履はほぼない。みんな草履です、普通のエナメル草履。あ、エナメル草履で。だから今の時代に逆にリバイバルで、こういう写真じゃなくて、はい、絶対これまた流行ると思いますよ。ほんであのデザインの仕方によってね、はい、あの違うもんね、はい、でも今男の人もこれ滑るのはもうタクラも使わんと思うけどね、はい、あの傷がつくし、昔はこういうのであ、はい、あのプロテクトか、こういうのでね、はい、セッターはいい、はい、音がするからいいとか言ってさ、わざわざね、はい、チャラチャラとするようにって言って使ってたみたいだ、はい、けど、そうですよね。あのスキヤはやってないかね、お宅は。スキヤ草履はあの作ってないですね。作ってないかね、うん、これはスキヤだで、はい、あの茶席で履くものだでね、はい、この花尾はこれはあの、それもバラを編む人がやっぱりあんまりいないよ、これも、はい、これバラオの花尾って言うんですか、バラオって言うんですか。あのね、竹の皮だよやっぱり。そうですよね。うん、で、あの編み方はね、あのあれと一緒、締め縄と一緒、2本だなくって、はい、2本編んで、はい、そして、はい、あのその間にこう1本ずつ入れるで、はい、締め縄と一緒の編み方。2本編んでって。うん、そうそう、2本編んで、あのその間に1本ずつ入れるの。はい、だから一応これ3本のなってると思うけど。これ一本ずつこれが入ってるんだと思う。こういう風に普通だとこう縄みたいに編むでしょ、はいはい、でそこは一本ずつ入れるわけ。で3本になってると思うよ。じゃこれ三つ編みってことですか。三つ編みって、三つ編みではないけど、まあ3本やな、はい、そうそうそうねえ、わかりました、ありがとうございます。なんでもやっぱりいろいろとねえ、よく昔の人は考えられたもんやなと思うよね、はいはい、これがあの編み台、お宅らは編むのないで使わないわね、はいはい、ね、昔はみんなこういうのでね、はい、あの、はい、草履を編む人は必ず自分の台を持って見えるでね、はい、あ、今の花魁のは後で、はい、後であそこにあるわ、花魁のできるまでっていうのがあって、はい、あれ写してってもらって、はい、ね、もうこういう道具も作ろうと思ったら大変だもんね。あ、もう、はい、ねえ、どうたくらは整理はもうできちゃってるの。あ、僕はもうあのちゃんと整理後の買ってみるわけね、元だけで買って、 あと革は革屋さんに行って抜いてもらってますね、うまい。ああ、そっかそっか、はい、でやっぱりその傷のないものとかってやってもらってるんで。あ、なるほどなるほどね。そうするとその表は何、東京で買ってるの。まあ、あのマミヤさんのとこで。マミヤさんのとこで、はい、あ、そっかそっか。あとマミヤさんのとこは、はい、吉村さんとか、はい、そういうところから入れてるんだな。そうなんですけど、うん、今はあのマミヤさんが持ってるその在庫、昔のものくださいって言って、本当もう全部もう買っとくよ。そう、もう今買ってます、買ってます。買っとく。全部ね、これがね、山形の今さっき見た、はい、あのあれだ、あの今はねこの山形を持ってて接待になってるわ。はい。もう今ね、はい、これでもう接待にしてるわ。はい、それから下駄につけたり、はい、あの百貨店なんかで出てるじゃない。そうですね。うん、はい、もうね、あのこういう表が今の話でないから。はいはい、ねえ、おたくらはそうか、ほならもうマミヤさんと仲良くしとって、全部買わ、よく染まってますね、全部あのもうそこにあるものは全部買わないからね、はい、愛知は結構あのタイヤ裏多かったって聞いたんですけど。タイヤ裏多いよ。あ、そうか、ね、うん、あのそれもね、はい、あのタイヤ今太輪になってるでしょ、はい、それでちょっといけないんだけど、はい、昔はあの細輪だった自転車が、はい、だから自転車で、はい、あの使ったはい、後のタイヤの方が良かったみたい、はい、なんでですか。どうしてなんだろうね、やっぱりね、これはね、はい、これ使い古してあるね。 あのね、今山形で買うとね、新品のタイヤ、あ、そうなんですね、あの中国やなんかから仕入れた、はい、昔はリアカーのやつを使った時にそれはどうなんですか。リアカーはね、うん、ちょっと太いよね、あ、使わない、やっぱり、はい、やっぱりあのあんまり暑いとね、はい、脱げないじゃない。あ、でもね、タイヤでもね、接着してる人もあるけど、はい、やっぱり塗ってある方がいいわね。これ完璧に自転車のタイヤですもんね。それ自転車です。で自転車がね、丈夫なんだって。あ、そうなんです、うん、だけど今はその、はい、あの太輪が多くなって細輪がなくなってるもんで、はい、あのわざわざ新しいのを買って、はい、そしてあのつけてるっていう話やよ。わかりました。ねえ、だから昔の人はさ、そういうものをさ、ね、再利用するっていうの、はい、それが上手だったんだないかね、はい、ねえ、
そうそう、どうもありがとうございます。本当なんか申し訳ない、なんか本当にもう。これがね、ロイターのコープ、これだと。これが、さっきのコープ。こっちちょっと。あ、そう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 。ちゃんとやるよって顔しますね。僕ね、あんまりやるよちゃんとって言われちゃって。あったのね。ね、何しろね、もうね、あの学校の先生になりたくてね、先生の免許も取ってやってたんだけど、はい、やっぱり お父さんがやってみたもんでね、はい、まあ兄弟も多いことだから、はい、あのここの後継がなきゃいけないし、はい、それでね諦めてね、あのやったんだけど、もうなくなる、はい、そうだね、2年ぐらい前まではやってましたでね、はい、もう仕事を。だからもう一生ほとんど、あの接待にあれしたみたいよね。すごいですね。もう僕はもうあの、なんですかね、その最初その勉強とか研究から入って、研究好きで好きで作るのはまだ5年目とかです。ああそうですか、はい、でそこまでは研究してみたの、いろいろ。はい、あのいろいろその、まあ、ほとんど花カードなんですけど、花カードいろいろ取材っていうか話を聞かせていただいて、あと大阪の日本橋去年、はあ、橋ちょっと用事があって行くことになったんで、はあはあ、そのついでに行っちゃうのが失礼なんですけど、はあ、なかなかして行けないんですね。そうだよね、まあ、大阪もね、昔はたくさん履物屋さんあったんやけど、今はもうなくなってきたね、はい、あ、そうですね、あのみんな他の、あのあれに変わられたところがあるのがマンション経営とかさ、 あの商売があんまり良くないからね、はい、昔は多かったのよ、はい、あの大阪もね、はい、うん、そしてあの菊の好みさんとかは、まあ、なんかよくしてくれますね。あ、そうですか。本パナマのいいものを、本パナマの表、わかります？パナマっていう。あ、パナマ、パナマ、うん、渦巻いてるやつ。あれ今もあれもあんまないんで。ないね、あれもね。行った時に、ね、あれも輸入じゃないかね。あれ輸入ですね。輸入でしょう、はい、ね、あの台湾とかで編んでるっていう感じの、うん、ね、昔はね、学生さんもね、こうして、はい、あの家へたくさん見えてね、はいはい、あのどういうのかな、手作りだから見えて、はい、そしてこうやって実験で編んで、編む練習したりしてさ、はい、あの来たのよ、この地区の学生さんがね。そうですよね、うん、そうそうそう、ね、そうね、なかなかね。これは何ですか、話変わっちゃうんですけど、これはそれはね、ここのお祭りのね、はい、あの幕です、石取りの。ここの石取りもね、古いんだわね。あのコアナの石取り知ってみるかな。あのね、石取り祭りっていうのがあってね、はい、あとコアナはね、36台ぐらいあるんだけど、はい、ここもね、もうどうだ、大正、明治、大正時代ぐらいかな、コアナから、はい、あのすごい機能やってたけどさ、1台そば今買ったら何千万ってするんだけど、その石取りを、これだけだらしに、石取りって言って車があるんだ、はい、館みたいな、はい、こういう、でそれをね、それにこの、はい、掲げるの、はい、掲げるの、そうそう、あ、ここに、あそこにないかな、石取り、やってるところ、秋の祭りなんだけど、で、津島神社まで行くんだけどね、これ、あっけど、こっちは何ですか、あっちは違うね。あ、津島なんかお祭り行った後、なんかあの、あれ、養老かな、あの川祭り、川の、はい、うん、世界遺産になったよ、川祭りも、うん、そうそう、あ、ここに3台、あるのがある。はい。あ、これですね。ね。そういう石取り、あの桑名の石取りと一緒で。だけどもう今ね、こんだけのものをね、これ多分分かると思うけど、はい、作ろうと思ったら大変よ。これもね、今あの変えて、これ第1号っていうのが昔のだけどね、はい、買った時のだけど、もうこういう禁止をされる人がいないんだわ。今ね、手振り、手で、そうそうそう。だからこんだけのものはね、もうね、作る人がないから、はい、今ね、ここへ掲げてるのはね、はい、もっとお金は高くっても、はい、あの立派なものではない。ここに残ってるものは立派なもんや、はい、昔のものやで。ねえ。これは逃げてるんですか、この人がいちゃって。まずいまずい。そう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 、ね、これそうだそうだね。これってあれじゃない、私も名前がふっと出てこんけど、昔の。神様やわな、はい、神様スサノオとかそういう感じの、スサノオのこととか、はい、そう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 、そういう感じ、ね、これもなんかねえ、すごいよね。まあこれだけのものもないから、さあちょっとすみません、ねえ、これは結構太い、これだ
だけ禁止でねやるとね、もう今はお金に関わらないわね、いくら出してもやれないっていう感じだろうね。そうです、国道祭りは。そうか、見に来たことはないわね。あ、もうここに来るのが初めて。あ、初めて、はい、そうだよね。ただ僕のいとこのおばさんが愛知 の名古屋の方に住んでて一時、ああそうか、ね、愛知は来たことあるんですけど。ああそうですか。こういうふうに、これはヤマタノオロチの胎児やね。ヤマタノオロチって言って、はい、これね、なんていうのかね、九つ の竜、竜みたいな、竜だよね、うん、これをね、ヤマト竹の御事じゃない、これは退治してるんだからね。絶対履いてないんですね。こんな時は靴やね、これね、はいはい、なんかの靴やな、はい、これね。どうもありがとうございます。はい、いいえ、どうも、すいません、はい。